全国1億5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。これから長いリーグ戦が始まります。前年度の優勝チーム、連続制覇を狙います。ミストラル、ミストラル対アルビレックス。今日はパンツェッタ・ジローラモさんとお伝えしていきます。はい、八塚さん、みんなさん、こんにちは。楽しみな顔合わせですね。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。ボールはミストラル。どちらが主導権を握るんでしょうか。ミストラル、シュートチャンス、押し込んだ、ゴールイン。前半5分、ミスト、今のプレイを。ところでミストラル、世界ランクのトップ50に入りました。まだまだこれからといった感じです。全国の J リーグファンの皆さん、お待たせしました。今日は J リーグディビジョン1ファーストステージ2回戦、セレッソ対ミストラル。実況はいつものように八塚博史、ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートします。楽しみな顔合わせですね。リーグ戦場、前半の2分、ミストラル、サード、このボールはディフェンダーがカットします。ボールを奪うことができません。パスを出した、かわした、お、入った、先制ゴール。ではリ、気温湿度とも絶好のコンディション、今日は絶好のサッカー日和となりました。どうでしょうか。ピッチは素晴らしい状態です。
もう卒業シーズンになりました。今晩は J リーグディビジョン1ファーストステージ第3節ミストラル対 FC 東京、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。はい、八塚さん、みんなさん、こんばんは。楽しみな顔合わせですね。リーグ戦序盤、ここで調子をつかみたいところです。フンホフ、ここでボールを持ちます。立つ波カット、上がっていきます。中央を狙った！ FC 東京、オフサイドトラップがかかってますね。ところでミストラル、世界ランクのトップ50に入りました。まだまだこれからといった感じです。今日は天気がいいですね。今日は J リーグディビジョン1ファーストステージ4回戦、ヴェルディ対ミストラル、おなじみのパンツェッタジローラモさんとお送りしていきたいと思います。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートします。さあ注目しましょう。リーグ戦序盤、ここで調子をつかみたいところです。前半18分、立浪、足を引っ掛けられた。審判が選手を呼びます。これはカードが出てもおかしくありません。レッドカード、保坂退場処分、今ピッチを去ります。ところでミストラル、世界ランクのトップ50に入りました。まだまだこれからといった感じです。ついに始まりましたよ、グレートクラブカップ。
ここに来るまでがしんどかったですね。せめて04くらい楽にしてくれたらいいのに、ユースの大会全制覇なんて気づかねえよ。全世界50億人のサッカーを愛する皆さん、こんばんは。これくらいは勝てるでしょう。まずは今回はどの辺りまで勝ち進めるのか。決勝トーナメントには進みたいね。第1戦、ミストラル対サンサルバドル FC、 共に初戦は白星で飾りたいところでしょう。今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。チャオ、こんばんは、ジローラモです。日本中が注目の一戦、衛星生中継でお送りします。選手たち、前半残りあと30分、回どちらが主導権を握るんでしょう。ここは無難にインターセプト、うまくつなぎます。中央に走り込む、おー、決まりました。前半15分、ミストラルいきなり先制を許しました。今のさあ、天気は晴れ、星空の下での戦いとなりました。どうでしょうか。ピッチは素晴らしい状態です。組み合わせとか見ときたいな。このメンツならいけそうかな。うちとロッテルダムでしょ。ここは分かんないな。ベアルは確定だろうけど、他がね。アントラーズは厳しいかな。ポルトアレグレとマルセイユでしょ。ここは普通に2強っぽいね。トリノとブエノスアイレスだろうね。さすがに北京やモスクワはないでしょう。ここは死のグループだね。どこが落ちちゃうのか。2強かと思ったけど、マンチェスター引き分けてんじゃん。大丈夫か。アイントフォーヘンがちょっと苦しいのかな。決勝トーナメントに進めばこの辺りの強豪と激突か。震えるね。
今日は天気がいいですね。今日は J リーグディビジョン1ファーストステージ5回戦ミストラル対パープルサンガ、実況担当は八塚博史、ピッチにはパンツェッタジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。チャオ、こんにちは、ジローラモです。面白い対戦になりました。リーグ戦序盤、ここで調子をつかみたいところです。前半3分、あーっと倒れた。審判が選手を呼びます。これはカードが出されるでしょう。やべ、審判にアピールしているが、かなりパープルさんが。ところで試合前に監督と話をしたそうですね。早口な監督でした。空には無数の星が輝いています。ここも大したことないようだ。本日は楽に勝たせてもらうよ。お送りします。第2戦ミストラル、今日の対戦相手はキト FC。 チーム力ではほぼ互角ミストラル。ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。はい、八塚さん、みんなさん、こんばんは。日本中が注目の一戦、衛星生中継でお送りします。手元の時計で前半20分が経過しています。東条、この辺で流れをつかみたいところです。強烈なスライディング。さあ、天気は晴れ、星空の下での戦いとなりました。どうでしょうか。ピッチは素晴らしい状態です。まだまだだね。
全国1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。こんばんは。 J リーグディビジョン1ファーストステージ6回戦、ベガルタ対ミストラル、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。チャオ、どうもパンツェッタジローラモです。楽しみな顔合わせですね。リーグ戦も中盤に差し掛かり、順位の変動も少なくなってきました。ナバーロ、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。組み立てます。タコ、左サイド待っています。どう攻めるんでしょうか。ミストラル、裏へ出ました。滑り込んでボールをカット。さあ、天気は晴れ、星空の下での戦いとなりました。どうでしょうか。ピッチは素晴らしい状態です。We'll be right back.
全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。本日は J リーグディビジョン1ファーストステージ7回戦、現在首位、勝ち点18、ミストラル。今日の対戦相手は第5位、勝ち点10、ヴァンフォーレ。レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。ボンジョルノ、チャオ、ジローラモです。楽しみな顔合わせですね。リーグ戦も中盤に差し掛かり、順位の変動も少なくなってきました。ボールはヴァンフォーレ。この辺で流れをつかみたいところです。今野、ここはパスを出しました。ヴァンフォーレ、無難につないでいきます。ヴァンフォーレ、コースは空いてます。ここはディフェンダーがボールをカット。ところでミストラル、世界クラブランキングのトップ50に入りました。これから徐々に順位を上げていきたいところです。春になり随分過ごしやすくなりました。本日は J リーグディビジョン1ファーストステージ第8節、ジュビロ対ミストラル。ピッチにはパンツェッタジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートします。さあ注目しましょう。リーグ戦も中盤に差し掛かり、順位の変動も少なくなってきました。さあここからどう攻め上がるんでしょうか。ロングパス、意表をつかれた形だ。まさに神業、これは決まった、先制ゴール。 V ところでミストラル、世界ランクのトップ50に入りました。まだまだこれからといった感じです。
西の空にわずかに残っていた茜の空もアンカラ一色になろうとしています。結構強いね。予想外だよ。グレートクラブカップの模様をお送りします。第3戦ミストラル、戦力的にやや上回っています。アンカラ FC ミストラル、実況は私八塚博史、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。どうも、イタリアはナポリ出身のパンセッタジローラモです。日本中が最初からベストメンバーで行こうか。衛星生中継でお送りします。そろそろ選手入場の時間です。これでも心配だな。勝利プレミアムはいらないか。入場口。前半14分、ボールはアンカラ。どちらが主導権を握るんでしょうか。右に振ります。ディフェンダーをかわす。ハーマン、決まりました。前半違う。源、さあここからどう攻め上がるんでしょうか。ディフェンダーこれを読んでいました。アモカテ、ディフェンダーがここは行かせません。現在試合はハーフタイムを迎えています。ところでミストラル、ディフェンダーの森崎、なかなかいい守備を見せていますよね。しっかりとしたディフェンスをしています。右から左に攻めるミストラル、後半はどのような戦術を取ってくるんでしょうか。なんだかこのまま勝負がつきそうですね。後半に注目していきましょう。やはり手を変えてきました。どうなるんでしょうか。まずは守備を固めていくのか。ディフェンダーこれを読んでいました。左に叩きます。一気に突破します。左を狙った。ミスト、いった。シュートは右に切れました。これを外したらまずいよ。何かの力が働いてるよ。ところで試合前に監督と話をしたんですね。スーパーサブの投入だ。もっとゆっくり話がしたかったです。これでスーパーサブ2人使えるぞ。ミストラル、頼むぞ。中山、ひっくり返してくれよ。グナルティ、さあここからどう攻め上がるんでしょうか。おっと、厳しいマークをものともしません。上がっていきます。森崎、弾いた。
裏をかいたフェイント。ミストラル、素晴らしいですね。ミストラル、チャンスになります。スライディング、まずいまずい。後半も残すところあと10。これは足を狙ったか。あからさまに狙っていますね。タコレッドカード。何やってんの。1点負けてんのに人数減らしてどうすんの。かなり試合じゃなくて俺がひっくり返ったら。アンカ入れました。慎重に運んでいきます。ミストラル、インターセプト。何事もなかったように抜いた。ミストラル、パスをつないでいきます。ミストラル、一人余っています。ナイスセービング。エルバカン、さあここからどう攻め上がるんでしょうか。立つ波、奪った。攻めまくってんだけどな、もう無理かな、なんかおかしいもん。長いホイッスル。後半の38分、ミストラル、フリーキックのチャンスを得ます。壁の横に出した。うまくコントロールができなかったようです。アンカラ、さあここからリズムに乗っていきたい。アンカラ、ここで決めたい。ハーマン、ゴール前ワントゥーだ。ディフェンダーの素晴らしいカバーリング。負けちゃった。ここで試合終了。思ったより強かったね。試合のこの後どうなんだろう。0対1。辺りは真っ暗ですが、スタジアムはもう真っ赤に燃え上がっているといった感じ。今晩は J リーグディビジョン1ファーストステージ9回戦、ミストラル対サンフレッチェ。おなじみのパンツェッタ・ジローラモさんとお送りしていきたいと思います。ボンジョルノ、チャオ、ジローラモです。楽しみな顔合わせですね。リーグ戦も中盤に差し掛かり、順位の変動も少なくなってきました。ピッチ回、徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。ミストラル、左から崩した。うまい、突っ込んできた。決まった、先制ゴール。今のところで試合前に監督と話をしたそうですね。早口な監督でした。
さあ本命だよ。ここに負けちゃ厳しいよ。空には無数の星が輝いています。やっぱり強いよね。本日はアンカラよりも強いよね。この模様をお送りします。第4戦ロッテルダム FC 対ミストラル。今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。はい、八塚さん、みんなさん、こんばんは。全世界注目の一戦、衛星生中継でお送りします。そろそろ選手入場の時間です。グラウンド上に選手たちが入ってきところで、秋田激しいプレーをしますが、それほどファールは取られないようです。相手ディフェンダー置き去り、右から行くか、バーに当たって跳ね返りました。飛び込んだ、幸先いいよ。決まった、先制ゴール。前半8分、やはり決めたのはこの人、日本の大砲登場。期待通りの活躍です。今のゴールシーンもう一度。東条難なく決めました。余分な力を省いて丁寧。ところでトムソン、持久力がありません。ディフェンダーこれを読んでいました。裏へ出た、ミストラル思い切っていくか、足を引っ掛けた。おい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 、何してくれてんの。大丈夫でしょうか。ミストラル、少し角度のあるところでフリーキックのチャンスです。直接シュート、大きなチャンスを逃した。これは残念。さあ参った、天気は晴れ、羽をもがれて点も取れず、星空の下での戦いとなりました。非常に厳しい。どうでしょうか。ここから眺める夜景は最高ですよ。ミストラル、ここで選手交代です。ミストラル、さあスローインから攻撃再開、ボールを入れます。さあどう出る、ヒールパス、ミストラル左サイドからいった、これがつながる、綺麗に合わせた、これが決まった。前半25分、日本の大砲登場。チャンスを確実にものにしました。早速リプレイ。前半37分、森崎、この辺で流れをつかみたいところです。左に叩きます、ミストラル逆サイドフリーだ。前半45分が終了。現在試合はハーフタイムを迎えています。森崎、少し選手間で連携の戦術を変えてきました。カウンターは守りから攻撃へ切り替えの速さが鍵を握ります。プレッシャーに負けてしまった、ディフェンダーをかわす、パスを出します。ミストラル、コースは空いてます。カイドウ、あーっと、評判通りのスーパーセーブ。秋田、さあここからどう攻め上がるんでしょうか。ボールを持ちました、ディフェンダーこれを読んでいました。ディフェンダーをかわした、ロッテルダム思い切っていくか、裏に通ってチャンスになった、
うまい。綺麗な弧を描いている。やばいやばい、逃げ切れんのか。後半29分、今のゴールシーン。後半残り、これはファールでしょう。ファール覚悟だったんでしょうか。レッロッテルダム。そしてここで試合終了のホイッスル。ご覧いただいた通り、1対2、なんとか逃げ切ったか。ミストラル、アルガンチューアの怪我は次回のアンカラ戦までには治るだろうし、とりあえずよし、だな。